はもうちょっと今日も練習してきたんですけど、汗でかなりちょっと前髪がね、終わってるんですけど、すいません、前髪がもう汗かいたよって感じになってるメイクも昨日マスクで、今日はな顔出さないとなと思って、めっちゃ急いで軽くメイクしました。そんな感じで顔はボロボロなので、ちょっと気にしないでいただいてこの配信でもフォロワーさんを5人増やそう。5人、よし、ぜひフォロー待ってます。お、そう、今日のぬいねを今日インスタのストーリーにカピちゃんをあげて、なんかそう、 SNS 大活用、違う、 SNS 活用大作戦っていうので、なんか少し前にちょっと気持ちが沈んで落ちている時とかにいろいろ考えて、なんだろうな、自分の好きなものとか趣味とかをたくさん発信することで、少しでもこう、なんだろう、活動の幅が広がったらいいなっていう考えのもと、よくぬいぬいをショールームで紹介してたんですけど、インスタのストーリーにあげてハイライトにまとめようかななんて思ってます。はいなんかそうだね、なんかぬいぐるみとか、あとは出身が神奈川県だから神奈川県のこととか、あと動物園水族館巡りが好きだから、そんなに頻繁に行けないけど、行けたらその写真をまとめてあげようかなとか、なんか旅行が趣味というか、まあ親に連れてかれてたっていうのが正解なんだけど、だからこういろんな各地の旅行系のこともちょっと発信できたらいいなとか、けん玉が少しできるから、それも技も取ってみたいなとか、あとはこれも親の趣味だけど、結構なんか自然とかお花とかが親が好きなので、それに、でもそう、最近ね、大体ね、旅行も置いてかれてるんだけど、なんかそういうのについてきた時に、結構花とか植物とかの写真を撮ってそれもあげようかなとか、いろいろ思っております。そう、これめっちゃね、反射するからあんまりちゃんと見せられないんだけど、このめっちゃ反射するブラシをルアちゃんから誕生日プレゼントでもらいまして、めっちゃいいブランドのやつなんだけど、それを使って髪を溶かしておりますちょっとコメントを読んでいこうかな。レッスンじゃないんだけど、自主練に行ってきました。
そう、明日 NST 祭りさんに出演させていただくんですけど、フェスというか、NST 祭りフェスなのかな？でもそう、そういう劇場じゃないステージに立つのがすごい久しぶりで、なんか去年の夏から3期生でも、こうフェスに結構出てる子たちとか、いた、けど私はなかなか出演できなくて、そう。アイドライズさんのフェス、24時間テレビさんのイベントに一番最初に3期生で出させていただいて、まあそれはフェスではなかったから、でフェスだとアイドライズさんのフェスに、これも3期生で2023年の3月11日すごいめっちゃ覚えてる、1年半前に出演したんですけど、その1回だけなんですよ、実は私。うん。なんだろうな。去年の夏は、その牧場のメンバーの方々が行くことが多かったし、今年は選抜メンバーの方が行くことが多いし、そうじゃなくても、なんか、なんだろう、そうじゃない組み合わせの時でも、なかなか私は選んでいただけないので、フェスというかそういうの自体すごい久しぶりで、そうだから楽しみたいな思ってます。そうだね、そう、あ、なんか虫がいる気がする、やだ、なんか夏の嫌なところがまだ残ってる。なんか扉開けた瞬間とかに一緒に入ってきたりとか、あとはなんか窓閉めててもその隙間から入ってくるとか聞いて、やだ。明日の髪型もまだ決めてない、どうしようかなって思ってるけど、そう、っていうか顔が普通に盛れてないけど、ごめんなさい、最近だいたい顔出してる時とか、ちゃんとメイク、公演用のちゃんとメイクばっかりだったんですけど、適当にベースを塗って、涙袋を適当にチーク、リップ、ペペペペペペペラメ適当につけとけみたいな、すっごい適当なメイクだからだね、本当に顔が盛れてない。まあいいや。ちょっとコメントがそんなに読めてないんだけど、なんかさっきからなんか周りに虫がいる、やめて。そう、なんかなんだろうな、すいません、全然この配信コメント読めてないんだけど、少し前にメールとかね、チャットを、メールはあんまりかな、特にチャットとか読んでくださっている方ならわかるかなと思うんですけど、なんだろう、気持ちが沈みがちな期間というか、
軽く病みがちみたいな期間があって、なんかね、なんだろうね、あの子はこういう特色があるからこういうお仕事で活躍してるとか、この子はこのお仕事で活躍してるとか、このお仕事この子とこの子が呼ばれてるなとか、なんかいろいろ考えた時に本当に私だけ何にもなくて、待って、やっぱりなんか虫がいる。そう、だからなんかね、なんかいろいろ考えちゃって、なんかこのお仕事私だけなぜか一回も呼ばれないなとか、まあでもなんかいろいろあって、なんかなんて言ったらいいんだろうね、わかんないけど、でもやっぱりもっといろんな外のお仕事で活躍できるようになりたいから、なんかなんだろうね、その言葉が全然まとまんない。別になんかなんかこういう重たい話をしようと思ったりし始めたわけじゃないんだけど、なんて言ったらいいんだろう、なんかこのお仕事があります、じゃあどの子にお願いしますかってなった時にはなかなか選んでもらえないから、でも何かの特徴が、特徴というかその子のこういう分野だからっていうお仕事だったら、その、なんて言うんだろう、 NGTA のお仕事ってこう、いただいたお仕事だとなかなかその中から選んでいただけないけど、
でもこの方へのお仕事でお願いしますってこういうそういうお仕事が来れば、私でも活躍できるようになるかなと思って、そうだからその子の特徴とかなんだろうな、そういうことからつながってくるお仕事を作るしか私にはないのかなと思って、いろいろ試行錯誤しようっていうのです全然ね言葉はまとまらないけれど、そう本当に一番最初の初期の頃から考えて、私って個人の外のお仕事何があったかなって言ったら本当に数えるぐらいしかなくて、そう、やばい、55分ほとんどずっと沈黙しちゃって全然喋れてないのにもう55分だって、やばいね、どうしよう。喋れてない、ほぼ沈黙で申し訳ないんだけど いろんな外のお仕事に出ることがいろんな方に、新しい方にも知っていただく機会にもなるわけだから、たくさんの方に応援していただけるチャンスにもなると思うし、そう、でもチャットでね、なんかねなんかチャンスは平等じゃないのに結果を見られるじゃんみたいな世の中難しいよねっていうことを書いたら、花江ちゃん逆に全然なんて言うんだ、全然そういう外の仕事はいただけてないけど、なんだろう、他の子と比べてほとんど同じような、違うなって言ったらいいんだろうな、難しいなんて言ったらいいんだろうな、少ないけどその同じような同期の3期研究生とかと比べてそこまでファンの方の数とかそんなに大差ないじゃんみたいな、その
そう、チャンスが少ない割にみたいな、なんかなんて言うんだろうって書いてくださった方がいたから、あ、じゃあ少ないチャンスをものにできてるのかなとか、あ、難しいね。58分だって、あら、どうしよう。ダメ？もうね、ずっとね、思考がね、暗くなっちゃう。待って、59分だって。あら、え、どうしよう。え、本当にごめん。ごめんなさい。全然、コメント、ほとんど読んでないし、ただずっと、うん、どうしようっていう、なんか嘆いていた。ごめんなさい。1位、りえちゃんずさん、2位、らいひちゃん、3位、きこさん、4位、エムデンさん、5位、星の鼓動Yさん、6位、パンダの帝王さん、7位、ロングさん、8位、ジェイジェイコココマクロの夫婦さん、9位サンソンさん、10位シメジジさん、11位ジュンダムさん、12位リーダーさん、13位ウニポテさん、ありがとうございます。ごめんなさい、結局ね、何の話もできなかった。なんか、あーって悩んでいたら終わってしまった。そう、まず部活に入ってないから、なんか部活も作れたらいいなってずっと思ってるし、あ、フォローしてくださった方ありがとうございます。